平成23年八戸市重大ニュースの発表であります。お手元に資料は渡している通りでありますけれども、第1位は東日本大震災であります。3月11日14時46分に国内観測史上最大のマグニチュード 9.0 の地震が発生したことにより、東市においても大津波が沿岸部を襲い、一瞬のうちに市民の尊い人命を奪ったのみならず、多くの住居や都市施設に甚大な被害を及ぼしました。このような中、全国の皆様からさまざまな形で温かいご支援をいただき、皆様からのご厚意が被災した市民への大きな支えとなりましたことに厚く御礼を申し上げます。今後はより強い、より元気な、より美しい八戸を目指して、現在の市民のみならず将来の市民のため創造的復興を必ずや実現するという考えのもと、復興計画に掲げる各種施策や事業に全力で取り組んでまいります。いつにも二にも復旧復興をですね、やはり気を引き締めて、先ほどのご質問にもありましたけど、具体的な事業が立ち上がってきます。国の支援、あるいは県の支援をもういただきながら進めていくわけでありますけど、まずそれをもう着実にスタートさせるというのがもう一番です。スタートさせて、でそれをしっかりこう実証していくと、そのことが今一番頭の中にあることです。